皆さんこんにちは、 YouTube の石川です。今回は基本的な背負い投げの初級編、前回りさばきを教えたいと思います。この動画は石川の入り方ですので、あくまでも参考の一つとして見るようにしてください。それでは今回もよろしくお願いします。では基本的な背負い投げの入り方、5つのポイントを説明していきたいと思います。まず1つ目は相手を大きく崩す、どんな技でもそうなんですけど、まずは相手を大きく崩すということが大事になっています。でこの時のポイントを説明していきます。まず引き手ですが、相手の袖の下の方を持っていきます。でこの時にできるだけ小指からしっかりと握ってぐりぐりゆと握ります。そうすることで相手の柔道着と相手の腕の間に隙間がなくなります。このように持つことで相手に自分の力が伝わりやすくなります。釣り手は自分の指を自分の方に向けて巻き込むようなイメージでコンパクトに畳みます。これが巻き込めていないと肩、肘、手首を怪我する恐れがあります。なのでしっかりと巻き込みながら相手を引き出していきましょう。相手を大きく崩すのところで、まずは引き手は上げる、釣り手は巻き込む、ここを意識して相手を崩していきます。これが1つ目のポイントです。では2つ目のポイント、足は T の字。背負い投げで多い失敗が、相手のところに足を入れすぎてしまって回転できない、またはぶつかってしまう。そのため入っても自分の体重が後ろに行って投げれないということがあります。私の場合は足を T 字にすることで自分と相手の真ん中の線が、この線だとしたらここの線を踏む、もしくは自分側の畳だけを踏む。そうすることで回転した時に相手を寄せるスペースができます。なので私はできるだけ手前に入るというところを意識して入ります。なのでこの足を T 字にする、ここを意識して相手を引き寄せるようにしています。またこの時に膝を曲げること、ここも意識してます。入った時に膝が伸びきってしまうと回転した後に投げにくくなってしまうので、入るときに膝を曲げる、そして回るようにしていきます。これが2つ目、足を T 字にする。3つ目は姿勢を良くする。次に回転して体を回していくんですが、この時の姿勢、背負い投げ入ったときに背中が丸まっていたり、前から見たときに体がこのように曲がっている人多いと思います。体をこのように曲げて投げるという全日本クラスの選手もいますが、それはその選手たちが体の力が強かったり肩が柔らかかったりするのでできることだと思います。なので初心者の方はしっかりと体をまっすぐにして入る、横から見た時も胸を張って体をまっすぐにして入る、ここを意識して入っていきましょう。では次に4つ目、肘は耳より少し前。これには2つ理由があって、1つ目は先ほど言ったように肘が奥にあると肩や肘、手首を怪我する恐れがあります。2つ目はせっかく相手を1で大きく崩して引き出しているのに自分の肘でストップして勢いが潰れてしまって投げれなくなってしまうということもあるので、肘は回転した時は耳よりも少し前に持ってくるようにしましょう。じゃあ最後5つ目、引き手側の背中をつける。背負い投げができないと言っている多くの方は、回転した時に自分の釣り手側の背中、ここしかついてないということがよくあります。でここから投げようとしてもなかなか投げれません。なので回転した時に自分の
こちら引き手側の背中、ここをつけるように意識します。回転してここの引き手側の背中をつけることによって自分の背中全体と相手の胸、お腹がつきやすくなります。そこを意識するだけで背中に入りやすくなります。ではこの5つのポイントをもう一度整理したいと思います。1つ目は相手を大きく崩す。この時の引き手は縦に大きく引くこと、そして腕時計を見るような意識で手首を返すこと、釣り手は巻き込んでコンパクトに。2つ目は足を T 字にする。足を T 字にして足を手前に置くようにしていくこと。3つ目は回転した時の姿勢を良くすること。4つ目は肘は耳より少し前。5つ目は引き手側の背中をつけること。ここを意識して背負い投げに入りたいと思います。先ほどの5つのポイント以外に細かな点で2つポイントを追加したいと思います。まず足のさばき方、初心者で多いのがかかともすべてつけてしまって足がベタベタベタとなってしまう、こういう方多いです。そうするとせっかく相手を担いだ時に体重が後ろに行きやすかったり、また回った時につま先の方向がバラバラになってしまう、そういうこともあります。なのでできるだけつま先に重心を乗せてかかとに紙1枚入っているイメージで回ってあげるといいと思います。そうすると足の先端が揃って背負い投げ入りやすくなりますので、そこを意識して回ってみてください。もう一つ背負い投げで多いのが回転するときに横回転になってしまって自分の重心が後ろに行ってしまう、また相手についてしまうという方が多いです。イメージ的には引き手釣り手で横に回るのではなくて立てた引き手、これを下ろして縦に回すというイメージで入っていきましょう。引き手を上げてコンパクトに畳んだ釣り手、こちらを回った時にここで挟むイメージ、引き手を下ろし釣り手を上げる、ここで挟むようなイメージというイメージを持ってやるといいと思います。先ほど教えた5つのポイントは背負い投げの基本的な形です。でも実践でやるときにあのゆっくりなスピードでやってしまうとなかなか投げれないので、この後背負い投げ早く回るコツ3つを紹介したいと思います。まず1つ目、見る位置は相手と反対側だけ。入るときに相手から反対側に見る間の全てを見てしまうと回転がゆっくりになります。なので相手と反対側のみを見るようにしていきましょう。で、先ほどのポイントで相手を大きく崩すと言いましたが、この時に腕時計を見ると言ってましたが、この時はまだ相手を見ておきます。相手を見ておいて相手が崩れた状態で一気に反対側を見る、そうすると回転速くなります。まだ相手を見ます。ここから回転する時に一気に反対側を見る、これで回転のスピードが上がります。では2つ目、体が先で顔が後。今の動きなんですが、私の中でのイメージ、これを体を先に動かして顔は最後に動かすというイメージでやっています。ただこれも 0.0 何秒の世界だと思うので人それぞれだとは思うんですが、私の感覚的にはこれの方が早く動けるんじゃないかなと思ってます。
そして3つ目は自分の頭に櫛や棒を刺してそれを軸に回ること。イメージ的にはコマのようなイメージを持ってください。相手を引き出すときに自分の頭に櫛を刺してそこを軸に回転する。これが頭が曲がっていたり体を曲げて入ってしまうとこの軸が全然使えてません。なのでしっかりと正面から見ても横から見ても自分の頭に軸が刺さってその軸を中心にして回るようにすること。こうすることで回転が速くなると思います。では最後にそのポイントを含めて打ち込みと投げ込みをやってみたいと思います。では今日やったのは背負い投げの5つのポイント、そして回転を速くする3つのポイントを説明しました。背負い投げの5つのポイント、1つ目相手を大きく崩す、2つ目足を T 字にする、3つ目姿勢を良くする、4つ目肘は耳より少し前、5つ目引き手側の背中をつける。回転を速くする3つのコツ、1つ目相手と反対側だけを見る、2つ目体が先で顔は後、3つ目軸を中心に回る。いかがだったでしょうか。今回の背負い投げ、今まで背負い投げやったことあるけどなかなか入れないという方や今まで背負い投げやったことないよという方にも分かりやすく説明したつもりです。もし今までうまくできなかった人が今回の動画を見てできるようになってもらえると私もすごく嬉しいです。ぜひ参考にしてやってみてください。それでは今回はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。